こんにちは、エヴァとたけしです。今回は、私を大丈夫だと思ってくださいと求めることに忙しくなり、自分を幸せにすることを忘れてしまうというテーマでお話ししていきたいと思います。私たちは自然とネガティブ思考をするようにできています。自分のダメなところを見つけ出し、そこを改善することで生き延びる確率を高めようとします。自分はダメなのかもしれないという思いが湧き上がってきたとき、いや、自分は大丈夫だと思うことで心が安定します。自分は悪いことをしているのかもしれないという力が加わったとき、いや、自分は正しいことをしているよと押し返すことで、心をプラスマイナスゼロの状態に戻すことができます。自分は間違ったことをしたと嫌な気持ちになったとき、間違いを直す行動を起こすことで心が楽になっていきます。私たちの心は常に揺れ動いています。自分はダメなのかもしれないと心がネガティブに傾いたときは、他人に大丈夫と言われることを求めたり、自分に大丈夫だよと語りかけたり、自分を大丈夫だと思えるための行動を起こしたりして、ポジティブ側に引っ張ろうとします。心はプラスマイナスゼロの状態で安定します。私たちは心の安定を図るために、自分はダメだという思いを自分は大丈夫だという思いで押し返すことを繰り返しています。自分はダメだと否定する気持ちが強ければ強いほど、自分は大丈夫だという強い力で反発する必要があります。自分は間違っているという気持ちが強ければ強いほど、私は正しいことをしていますからとアピールせずにはいられなくなります。自分は尊敬されるような人間じゃないという思いが強くなればなるほど、どうだ俺はすごいだろうと虚勢を張るようになり、もっと俺を尊敬しろと強要せずにはいられなくなります。自分は誰からも愛されないかもしれないと不安になればなるほど、私ってこんなに愛されてますよ、私ってこんなに魅力的なんですよ、みんなもっと私を愛してもいいんですよとアピールせずにはいられなくなります。自分が否定されたら、自分を肯定する力で押し返す必要があります。自分をダメだと否定したら、自分は大丈夫と肯定する必要があります。自己否定をすればするほど、自分を肯定することに忙しくなり、自分の好きなことができなくなってしまいます。私は大丈夫だよねと確認することに忙しくなり、自分を幸せにするための行動を起こすことを忘れてしまいます。これをすればみんなから褒められるかもしれない、これをしておけば文句を言われることはないだろうという決め方をするようになり、自分がしたいと思っていないことをするようになります。私たちは自然と自己否定をするようにできています。私たちは自分がダメじゃない時も、自分はダメだと思ってしまう傾向があります。自分が間違っていない時も、自分が悪くない時も、自分は間違っている、自分は悪いことをしていると考えてしまうことがあります。そのような自己否定をする自分を放っておくと、どんどん自分はダメだという思いが強くなります。そして自分は大丈夫だと思えるための活動や、私を大丈夫だと思ってくださいと求めることに忙しくなり、自分を楽しませたり喜ばせたりすることを忘れてしまいます。ということで、自分はダメだという思いが湧き上がってきたときは、自分にダメなところなんて一つもないと打ち消してほしいと思います。私は間違っていないのに、間違っていると感じてしまうことがあると自覚しておきましょう。私が悪いんだと心が誤作動したときは、悪くないから大丈夫だよと語りかけて、心を安定させてあげてほしいと思います。ダメな自分を変えるためではなく、このままでも大丈夫な自分をもっと幸せにするために行動を起こすと考えていきましょう。